公園から始まって最初どういう会話して車でこう向かっていくんだろうと思ったんですけど、みんなでこうワイワイって感じでできたのですごく楽しい一日でした。お待たせしました。おはようございます。おはようございます。はじめまして、三浦桃香です。あくんって言います。お願いします。お願いします。絶対寒いですよ。寒いですね。絶対寒いですね。寒いっすね。あいにくの天気っていう、ね、風気持ちいいけど、いや寒い。あとはもう一人、はい、はい、到着すると思います。はい、待ちましょう。はい、そろそろかな。そろそろかな。寒いよ。どうします、通り過ぎちゃったらビューンってえみたいな。でも止まりづらいよね、トラックあるからね。結構待ったよ、ヒデ。道にでも迷ったかな。あ、お、来た。来た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 。おーって。おはよう。はじめまして、おはようございます。そうですね、あのブリーグッドマンさん、私の友達が野球選手でファンの人がなんか登場曲すごい聞いてたのを覚えてて、あ、すごいと思って一足友達にまず連絡して、一緒にやるんだよって言って、すごいって言ってて。大阪から来ました。そうですね。どうも、はじめまして。はじめまして、ベリーグッドマンヒデックスです。三浦桃香です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。いや、呼び方とか決めた方がいいよな。そうですね。はい、なんてお呼びすればいいでしょうか。僕はヒデックスなんで、ヒデで。はい、ヒデさんで。はい、僕はアクンって。はい、くんさんとヒデさんで。はい、私はモモカなんで、何がいいでしょうか。モモカちゃんがいい。モモカちゃん、はい、モモちゃん、モモカちゃんで。はい、じゃあお願いします。モモちゃんで、はい、お願いします。じゃあ早速乗りますか。行っちゃいましょうか。乗りますか。はい、早速。めっちゃ寒そうだから、はい、寒い。この2人を乗せるのが一番緊張する。いや、そうだよね。お願いします。行きます。到着まであとどれぐらいや。50分ぐらい、うん、50分ぐらい。あ、近いんだね。左方向で近いな。千葉やったやんな、うん、千葉。え、ももかちゃんもちろん行ったことあるコースありますね。お、よく行く。よくは行かないですけど、まあ知ってます。おー、どんな感じ。なんか俺知り合いに聞いた感じだとすごくいいコースだよって言われて、はい、すごくいいコースですし綺麗ですね。で、多分お昼ご飯食べる時間あんのかな、ないのかな、わかんないけど中華が美味しいね。それさ、友達も言ってた、うん、中華美味しいから。え、ももかちゃんはもうちっちゃい頃からだよね。そうですね。ゴルフ始めたの何歳くらい。9歳10歳と小学校の時に習い事の一環で。私はそうなんですよ。結構あの私たちの年代だと親がこうプロゴルファーさせたいっていう方多いけど、私は特にそうでもなく緩い感じで。へー、そうなんだ。9歳10歳か。そうなんですよね。私もきっかけがゴルフウェア可愛いなと思って。はい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 、するならやっぱ可愛い服着れるやつの方がいいなと思って、うんうん、テニスとかゴルフとか可愛いなと思って。え、ももこちゃんちなみに何歳ぐらいで100切った、はい、もうしょ多分私たちってその、まあ、私宮崎にいたんですけど、はい、地方ってすごくボールの単価安いんですよ、うん、ジュニア料金っていうのもあって500円で200球打てるんで、毎日打ったんですよ。ゴルフ始めた日から本当に毎日200球打ったんで、その分早い。いや、そうだよ。1年ぐらいですかね。1年ぐらいで100も切ったし、その後多分半年ぐらいで70代が出るぐらい。マジで？毎日言ってました。でも子供なんで結構上達早いけど、でもその分なんかこう体忘れることはすごい早いから、なかなか上達しないって。そっからだから毎日ちゃんとしないと。そうですね、毎日しないとか。なんかさ、
練習打ちっぱなし行くとさ、うん、なんか教えてくれる人が常にいるといいけどさ、自分だけで行くとさ、もうさ自分との戦いじゃん。確かに、なんか答えわからないのに球、うん、と向き合うのって難しいですよね。迷っちゃうんだよね。なんか、YouTube 見て、あ、これで行けばいいんだと思ってやってうまくいかなくてみたいな感じのを繰り返しちゃうから。しかもほんまその日の調子によるし、うん、ね、いやこの間これでいけたのになとかも多いから、ちょっと違うんだろうね、体何も定まってないから。でもその辺も今日ちょっと教えてもらっちゃいましょう。はい、ぜひお願いします。よろしくお願いします。朝苦手なゴルファーとかいないの？はい、私です。苦手なんだ。苦手だけど起きてます。本当に例えばお休みの日、16時ぐらいまで寝ます私。はいはいはい。16時ぐらいまで寝るのになんかもう気合いで、今日も携帯電話とあの目覚まし時計とアレクサ、うん、もう 3つでバンバン鳴らして叩き起こして。え、桃子ちゃんコロナ禍の時なんか始めたことある？そうですね、私犬を飼いました。おお。もう本当にすることないし、なんかその一番最初の時ってランニングもしちゃいけないようなこうあれだったじゃないですか。はい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 。でその後夏はもうとりあえずマスクして走るみたいな、なんかやっちゃいけない、ランニングやっちゃいけないみたいな感じだったから、どうしようと思って。確かに確かに。でやっぱ家にいる仲間が欲しいなと思って。相棒ね。そう、今相棒と一緒に暮らしてるんですけど。え、結構じゃあ毎日トレーニングしてるって感じ？私今選手じゃないんですよ。引退してて。なんで、もう逆にトレーニング趣味みたいになっちゃった。ああ、そうなんや。なんか、選手の時から食欲が落ちてなくって、うん、そのコロナ禍で10キロぐらい太っちゃって、これは不健康だと思って、ランニングとトレーニングを始めて、で、今は趣味としてトレーニングやってるんですけど。そうなると生活の質も上がるし、めっちゃいいよね。そのトレーニングするのが習慣になると。あと食事とかもそれこそ料理、はいはいはい、もうコロナ禍だからどうやってタンパク質が多い食事ができるのかって考えてやってる、はい、ゴルフもなんですけど、スランプとかってありますか？スランプ、まあ、スランプじゃなくても悩んでる時期もある。なんか曲が全然作られへん時期とかもあるかな。なんか今作らなあかんのに、いざパソコンの前に座ってやっても全然やる気も分けへんし、やる気も出へんし、って時はあるかな。なんか作れって言われてできないよね。うん、そうですね、言われるとできないですよね。なんか自然にやっぱね出てくるというかさ。しかもそのモードに入ったらちょっとまでけへんしね。え、確かに。そういうのはどうやって、ゴルフはもうありますね。ゴルフだともう本当に逆に手が上がらない、あのスイングしてるとき手が上がらなかったりとか、ボール打つ前に結構イメージをこう出すんですけど、そのイメージすらも湧かないみたいな、悪いイメージ。例えば、まあ、自分が打つときにパッて立って池に入るこうイメージしかわからないみたいな、え、なんでみたいなのとかもあるし、まあ、それがあるからバックスイングが引けない、もう怖くて引けなかったりとかもしますね。そういうことね。全部が連鎖しちゃう。そうなんですよ。うわ、まあ、あんなちっちゃいボールにあんな遠くの、ね、あんなちっちゃい穴に入れるんだからそりゃあまあ悩むよ ね、 だから逆になんかもう難しい、こんなの入るわけないわぐらい思っといた方が意外と楽ですね。入れなきゃとかやらなきゃってやるとやっぱ作るのと同じかもしれない、やらなきゃって思うとできなくなっちゃうから、そうやね、もう気持ちで変わっちゃうもん ね、 楽しいって思いたいですよね。うん。私すごい海の音を聞くのが好きで、夜の海の音大好き。私日中が紫外線アレルギーなんであんまり海には行っちゃいけないんですけど、うん、夜の海とか好きで。いいね、夜いいよね、波だけが聞こえてきて。もう将来それこそ
そういう海沿いに住みたいな。めちゃくちゃいいよ。それこそなんかもう、あの、缶ビール一個買って、月明かり見ながらこう。やばい。おしゃれなのよ。最高。なんか想像できますもんね。うん。うわ、星見えるよ、とか。うん。うわ、いいなぁ。焚き火とかしたりとか。なんかベランダでちょっとできそう。うん。ちょっとバーベキューみたいな感じでこう、ちょっと広げて。みんなやめでーとか言って、あ、やりたい。いいなぁ。将来、こう、海辺に、大型犬と住めたらいいなと。あ、確かにね。もう映画の世界観やな、ね。うん。将来ピットブル飼いたいなってずっと思ってる。おー、すごい犬。かっこいいなと思って。そうなんだ。うちの 家の犬は超コパグなんだけど。そう。将来、そういうところに、海辺にでっかい犬と住みたいな。わかるわ。なんか、イメージできるもんな。うん、やっぱ無観客とじゃあモチベーション多分変わってきますよね。俺は結構変わ、なんか違うものになっちゃった。そうやな。なんか撮影っぽくなるんだよね。はい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 。確かに確かに。もちろんその生でこう配信して届けてるんだけど、うん、はいはい。向こうの顔が見えないからなんか。確かにね。そうですよね。うん。試合も無観客あったけど、なんかやっぱ違いますもんね。なんか違うとか思いながらやっぱり。そうやね。いつも回ってる感覚。違いますね。その、例えば、ボール曲がると、観客、ってか、まあ、あの、お客さんが探してくれるんですよ。ボールここにあったよとか。めちゃめちゃいいなあの、こう、ボール打つじゃないですか。うん、ドライバー打った時に、ナイスショーって言ったらフェアウェイなんですけど、はあ、向こう側から、オッケーって言ったら、なんか狙える場所のラフとか、ああ、みたいなのが聞こえたら、ちょっとラフみたいなのが、で、わかるし、探してくれるから、ちょっとこう、ボールのところまで行くまでに、どういう気持ちで行けばいいかとか、わかるんですけど、そういうことね、はい、あ、そんな差がないだけでも、あ、なんかちょっと、あ、違う、いない、あ、いないってなっちゃうから、寂しい。なるほどね。うわ、その話、選手じゃないと聞かれへんかった。確かに。そっか。ボールないから、え、どうしようみたいな。ボール探さなきゃみたいな、自分そう。結構そんなラフな感じなんやね、試合も。そうですね。あ、そうなんや。だから結構もう死後ばっかりしてますよ。私緊張したら、え、何食べるとか、もう食べ物結構好きなんで、はいはいはい、昨日食べた何々がさ、みたいな。美味しくてさ。もっとなんかこれ、もうピリピリしてる空気感なんかなと思って。なんかまあ最後の最終日にその優勝争いとかになるとちょっとはまあするだろうけど、やっぱ1日目って結構その流れもゆったりなんで混んじゃうから、喋らないと緊張、なんて言うんだろう、集中力保てないので、そういうので気を紛らしたりとかしてます。そういうことね。そうなんだ。あ、これですか。これか。着きましたね。着いた。中華楽しみだな。食べれるのかな。